ランが2周終わりまして、1位、ゼッケン58番佐治選手、13番小井選手、ゼッケン11番原田選手、22番渡辺選手、1番西本選手、27番徳本選手、19番生田選手、33番北田選手、10番高橋選手、スタートしました。第1位小井選手、さあ小井選手のインに入った2コーナー、さあ1位に、さあしかし小井選手も負けていない。さあ3番手にセスナファクトリー原田選手、あー遠回した、ワンツーがわずかに抜きに出た。おっと、インに入った。さあ、熾烈なバトル、ワンツー。2台が、2台がもつれ合うように。前に入った、目まぐるしく変わる1位に、さあタイムが若干落ちているところ、おっと、5位争いも激しい。さあ4位、ああ交錯する、ラインが交錯する。原田選手1台壊れた。さあ4位争いが、は原田選手の後に渡辺選手、この往年の今治バトルが始まりそうです。さあ予選では涙を飲んだ渡辺一選手、さあ原田選手に迫る。さあこの因縁のバトルが果たしてどうなるのか。さあ今までの戦績 100% 原田選手、さあ一気に飛び込むのか渡辺選手、勝負。バトルが続きます。本も引かない今治五郎対2名。さあその渡辺さんがアウトに入ったところを、おっと渡辺選手ちょっとがファインダーではちょっと見づらい。激しいバトルで渡辺選手が漁夫の利を得るのか。3コーナー当たりそうになった。さあ足の5つ、原選手まだ4位をキープ。
だ、当たる、激しく当たる、インから鍋さんが出るのか。いや、しかしそこはインをキープしている原田選手、がっちりインをキープ。さあ、こうなると藤田が死んでしまう。最終コーナー、高速 S で勝負が決まるか。目立つケースの鍋選手、さあインには飛び込めない、なんとかキープだ。さあ、逃げ切ることができるか、原田選手。2コーナー回って背後にピタリとつける渡辺選手、完全に捉えている。どこで仕掛けるのか。決まった、これは最終コーナーでピンに入ってくるでしょう。入ってきた、渡辺選手が入ってきた。しかしクロスライン、サイド奪還、原田通る。1コーナーまでに何とかキープ、難攻不落原田城。さあ、いつも通りの展開になるのか。渡辺選手、インに入っていこうという渡辺選手を何とかしのぐ原田選手。さあ、お互いのタイム的なものはもう全く変わらない、あとは根性だけです。さあ、そこに渡辺選手の間に1台入った。あ、渡辺選手でした。さあ、この4番手争いが熾烈です。3コーナーインに入った。さあ、そのまま引くことになるのか、原田選手。並びかける、ここはラインが1本。さあ、ここでインに入ることができるか、インに入るか、若干入るで、おっと、渡辺選手がまさかの転倒。なんということでしょう、ほぼ 100% 勝ったかなと思うのに、神風が吹くわ。どうあっても原田透を抜けないのか、神風が吹いた。なんというライバル不在の原田選手。またしても原田選手に引きをつけることができない。もう一つの資格は原田選手の背後に忍び寄る、インに入った。さあ、これで強いを見せることができるのか原田選手。さあ、渡辺選手はいない。さあ、もう一丁一丁見せてほしい、インに入った、入りきれない。さあ、ピタリとつける原田選手、インに入ろう、入れない。